朝日が昇る金湾に世紀の波は打ちよ。皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所代理です。本日の担当は松本すが子です。町の話題より、12月7日、年輪ピック、ペタンク競技で2連覇、具志川区老人会くがに主。9月22日に大野山陸上競技場で行われた第10回沖縄年輪ピックペタンク交流記念大会において、具志川区老人会のペタンク愛好会のくがに主、天眼ひろとしさん、天眼龍吉さん、天眼すみこさんが優勝し、2連覇を達成しました。ペタンクとは、フランス発祥の球技で、木製の目標をめがけて、鉄のボールを投げ、どれだけ近いかを競うゲームです。今大会で優勝した同チームは、2019年11月9日から12日に、和歌山県で行われる全国大会へ出場します。詳しくは広報うるま1月号8ページをご覧ください。町の話題より、11月26日29日、安全安心な町づくりのため地域を見守るフラワーポット贈呈式。通学路にフラワーポットを設置し、水やりや手入れをしながら地域の見守り活動を行う子ども・女性等安全・安心見守り事業のモデル地区に川田区と宮前区が選ばれ、それぞれ安全な街づくり推進協議会からフラワーポットの贈呈を受けました。詳しくは広報うるま1月号8ページをご覧ください。愛してますうるま、そんな君を待っている。2019年度採用、うるま市職員募集、民間企業と職務経験者対象のお知らせです。面接試験は平成31年2月10日日曜日、申し込み受付期間は平成31年1月8日火曜日から1月18日金曜日。募集職種は土木職、建築職。試験方法は第一次試験、書類、資格審査。第二次試験、面接試験となります。受験資格は昭和58年4月2日以後出生したもの。各職種に関わる実務経験が通算して5年以上、複数企業家であるもの。下記の職種に関わる資格と同等以上の資格を有するものです。土木職は、2級土木施工管理技師、技術司法、RCCM 等。建築職は、2級建築士、2級建築施工管理技師。詳しくは市ホームページよりご確認ください。お問い合わせは職員課、電話 973-5251 973-5251 まで。詳しくは広報うるま1月号16ページをご覧ください。平成31年新春交換会のお知らせです。日時は平成31年1月11日金曜日午後4時から6時、場所はうるま市石川体育館。
今回から石川体育館での開催となります。料金は当日受付で2,000円、お問い合わせは秘書広報課、電話973-5079 973-5079まで。例年具志川総合体育館にて開催しておりましたが、今年は石川体育館で開催いたします。会場をお間違えないようお願いいたします。平成31年成人式のお知らせです。日時は平成31年1月13日日曜日午後3時から。場所はうるま市石川体育館。今回から石川体育館での開催となります。対象者は平成10年4月2日から平成11年4月1日生まれの方。お問い合わせは障害学習スポーツ振興課、電話 989-3110 989-3110 まで。例年具志川総合体育館にて開催しておりましたが、今年は石川体育館で開催いたします。会場をお間違いのないようお願いいたします。詳しくは広報うるま12月号17ページをご覧ください。以上、ラジオ広報うるま市役所ダイアリーをお届けしました。この後も引き続きゆいまーるラジオ FM うるまの放送をお楽しみください。